せーの、やっほー、あやでーす。はい、ということで、今はどこにいるかというと、那須高原に来てまーす。イエーイ。ということですね、那須高原に来て、私の好きなアユ釣りとか、なんか魚を釣ってその場で食べれてっていうところがあるんだけど、 そこに行ったのね。そしたらね、見ての通り分かる、もうね、外が暗いわけ。そう、真っ暗で、もうやってなかったの、ね、ギリね。そう、ギリやってなくて、で、あのアイスクリームもギリギリ食べれなかったんだよね、うん、写真しか撮ってない。そうだから、そこでね、動画を回そうと思ってたんですけど、ちょっと時間がなかったので、うん、今からちょっと宿に行って、はい、旅行 Vlog を撮っていこうと思います。明日もあるしね、最悪。そう、明日もあるから最悪なので同じこと繰り返しただけじゃん。ということで、うん、今から宿に向かっていこうと思います。はい、ということで宿に着きました。ホニョンです。ホニョンです。ということで、今回めちゃ広かったんだけど、その広かった理由が2部屋つながってたみたいな感じで、ただ2部屋借りたって感じだから、今日は喧嘩します。はい、今日は喧嘩して別々に寝ます。でかい虫入ってきてる。子犬みたいな顔。ルームツアーしよう。ルームツアーしよう。私持ってあげる。あ、いいの、ありがとう。こんにちは、ポニャンです。こんにちは、ポニャンです。ということで、早速こう入って、うん、まずこちらベッド。はい、ここら二人寝るの結構きついよね。いちいちじゃん、だってさ、狭いじゃん、これ。そうだよね、シングルじゃん。めっちゃ嫌なものじゃん。シングル狭くない。別々でよくない。別々でいい。だって寝返るってない、これ、うん、で、あっちももう同じ向き。全く本当に、本当にシンメトリーなの。そう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 。だからもうこちらに、そう、本当は紹介いらないぐらい。だから、ドアに彼氏がいたら、うん、だからダブルデートできた。せやけんな。いや、今回いないということで、うん、まだね、まだで、まあこんな感じで、あって、うん、あっちの方がいいか。あっちの方がいい、なんかあっちの方がなんか、ね、豪華。はい、こんな感じでここ上がっていただいて、うんうん、今日本なんて読んでるから、ね、そう、いろいろフランス人の人の時タイトルから読めないから、もうタイトルで難しい。そうとか、あと、ドリンク何あるんだろう。ビールとシャンパンもあるし、あ、私が好きな札幌もある。え、しかもこれ無料じゃん。無料だよ、リンゴジュース、ナスの。だからシャンペーンとかいいんじゃない。シャンペーンとかいいね。シャンペーンいいね。シャンペーン飲んじゃおうよ。二十歳になりましたから。そうですわよ。で、まあここはリビングそうなっておりまして、ネットフリックスが見れるそうです。え、なんかめっちゃいいよ。いい、見てほら、え、なんか素敵。え、なんかなんかテラスハウス。あ、テラスハウス、軽井沢ね。軽井沢で、ここにこんな感じで、はい、で、なんかガラスとかね、そういただいたの、いただいて、で、これブラウニーいろいろあったりとかします。クリスマスバージョンだよ。やばい、クリスマス。今日はもううちら初恋見ると決めたもんね。うん、そうそう。シャンペーン飲みながら初恋。じゃあ、ファーストラブね、ファーストラブ。そうそう、ファーストラブ、ファーストラブ。で、こちらがベランダ。一番いいところ。いいところ、ベランダになってるんですけども、こんな感じで、ここに薪をやって、こう燃やせるらしい。ま、焚き火できるみたいな。焚き火できる。マジでやろう。やばくない？マジでやろう。絶対やばくない。え、もうね、怖い。マジでやろう。マジでやろう。一人一役。カメラマンも、演者も。ここでヒノキとかやって、チルみたいな。そう、キャンドル炊いてね。キャンドルとかあったりとか、東大先生が好きなもの、一番大好きなとこ。そう、ここ、いう感じだよね。このなんか中庭大好きなんだよね、こういうなんか。わかる、なんかエモい。まずこのダウンライトが世界で一番好き。ダウンライト、世界一。でもダウンライト漏れないんだよ、知ってる。怖い。じゃあ、が持つよ。じゃあ次、お願い。次、もうお風呂しかねえから、もう。次お願いとかじゃん。そうしました。続いて。ちょっと待って。家のあったかさに落ち着く。わかる。なんか、ね、年末年始みたいな感じ。わかる、ね、年末年始じゃない？わかる。マジ年末年始。年末年始って言って。年末年始。めっちゃベロ全部出る。はい、お風呂になります。お風呂には、こちらです。はい、いい匂い。もう、お湯も張ってありまして。ヒノキの匂い。ヒノキの香り。あ、いい。いい。あ、ね、いい。ねで、こちらには、あ、最悪。なに濡れた。はい、旦那めっちゃミストサウナが最高。あ、濡れた。濡れてるよね、絶対濡れてるよね、ミストサウナだから。ミストサウナがありまっちゃありまっちゃ。こんな感じですね。でもここにはまあね、トイレだったり、うん、うちらさ、洗面台結構さ、混み合うからさ、最高じゃない。あ、2個あるから、そうで、なんかめっちゃいい、誰かんちの実家みたい。わかるキャンパイするじゃん。キャンパイしよう。え、でもさ、これコンビニとか行かなくて平気？あれば行くけど、うん、なかったらなかったらいいみたいなとこない？うん、どう？行きたい？
と。じゃ一旦さ、冷蔵庫見てみなって。うん。水ありの。こっち向いて。なんで爆食いしたくないよ、なんか出んのめんどくさいだろ。出んのめんどくさいってのもある。しかもファーストラブいいんでしょ。やばいよ、絶対食べるしかなくない。そんな行く、こう、うん、じゃあ本音に。あのね、最近ね、地元の友達にね、ケンナオコに似てるって言われるの。ちょっとケンナオコ、もう大丈夫、私ケンナオコ好きだから。あ、ほんと、あやも好き。安心して、コスプレうまいしね。コスプレうまいし、あの100匹ワンちゃんのクルエラ。そう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 。ということで、今からコンビニ行きたいと思います。どう、口だけ映ってケンナオコ。ケンナオコしよう。え、これ、うち見えてる？見えてないよ。見えてるよ。普通に見えるでしょ、これ浮いてんの。うちの筋肉すごい。え、ジャンプしたの？嘘でしょ。やってみたい。え、本気で言ってる？待って、すごいよそれ。え、で見えないでしょ、ほら、うん、背伸びしてちょっと見える。はぁ。え、運動神経いいんだって。もう一回やって、もう一回やって。ね、抱っこしてあいのこと。うわぁ、話すよ。無理、じゃあもうちょい、もうちょい。なに、もうちょい、もうちょい、もうちょい、こっから。せーの、できた。いいよ、遠きて。イエーイ。待って、もう無理、もう無理。すごい、トーン。運動神経でしょ、うん、本当お兄ちゃんみたい。いい加減にして、せめてお姉ちゃん。絶対透けるよ。でも白いパンツ今日履いてるから大丈夫。うちめっちゃブルーなんだよ。ブルーっていうかブルーデカボクサーでしょ。そうなの。でもブラはしっかりブラック。どうせ R ちゃんのでしょ。そうだよ。あ、でも最近 R ちゃんのブラウスばっか。マジ楽じゃね。マジで楽。 R ちゃんのブラ本当に楽ですよ、皆さん。 R ちゃんもう一着ちょうだい。わかる、もう一着欲しい。洗わないといけないの。わかる、わかる、もう一着欲しい。てか洗って乾燥かけてて、うん、ない時は結構バット入る。バットだよね。買おうかな、普通に。 R ちゃんのためにも。これからアロママッサージなんですよ。なので、いや、ブルルンってなった世界が。そう。え、ちょっとさ、ネットリックス、え、マジファーストラブ楽しみなんだけど。ファーストラブいっちゃおうよ。 You want love? え、絶対アドレの方がいいよ、まだ。え、なんで？だって途中でやめないといけないじゃん。なっちゃうか、うん、なんかでも、結構人それぞれらしいよ。口ずさむメロディメロディタタラ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 タハーモニーハーモニー重ねがらばっちゃ重ねがらばっちゃポイント。マジシュートかっけえ、あれ。わかる、あのシュートやべえ。ほんとにあれシュート推しなんだけど。いや、わかる、だってうちも直接言ってたもん。お前ガチかっけえぞって言ったもん。ね、ほんとにかっこいいよね。マジでかっこいい。シュートってほんとに沼って感じ。わかる、今時の顔だよね。今時なんだけど、今時じゃない。炭水化物祭り、炭水化物祭りがかわいい。うちだってネットフリで見ようかな、でも。そんなさ、ベロ出てないよ。炭水化物祭りうちらがドラマやったら何役がハマるか。絶対あんたは性格悪い女。いじめっ子。でもうちも絶対いじめっ子だよ。お前の席ねえから。怖っ。演技しない？演技しよう。ちょっとさ、話は来たりするよ、なんか、うんうん、興味ないんですかみたいな、うん、考えたけど、自分が濃すぎて東亜役しかできない。で、一回さ、いい、自分と真逆な性格の役やろ。いいよ、いいよ。じゃあ、や、本当にシャイな子、恋愛もしたことないみたいな。でも、恋愛に立ち向かおうとする女の子。じゃあ、うち男役ね。え、男役。恋愛ものにしよう、恋愛もの。恋愛もの。うちが呼ぶから、なんか、分かった。何、分かんない。分かんない。まあ、アドリブでいこう。いきます。中町。え、マジでキモいよ、見てみ、ほら。マジで無理。本当に過去2ぐらいでキモい。本当になんかお化けみたい。シュートくん、シュートに告白しちゃう動画で。マジシュートごめん。じゃあうちシュート役ね、うん、で呼び出されたの、うん、中町どうしたの。シュートくんが、あの、チンコ見せてください。間違えた、すいません。すいませんじゃねえよ。次、うちこれガチ付き合えるかもしれない。え、どういう女の子。え、ウブな子。ズブい。お姉さん、お姉さん、お姉さん、オッケー。トマ兄さん、姉さんだよ。
お兄さんじゃねえ、姉さん。姉さんか、姉さんか、ごめん。とお姉さん、どうしたんですか。シュート、月が綺麗だね。あのね、私言わなきゃいけないことがある。私死ぬの。だからその前に言っとこうと思って。どう、これでシュートと付き合えるかな。付き合えないと思う。マジガチシュートかっけ。口ずさむメロディーメロディータタ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 、ハモニーハモニー。二人ともハモニーなのよ。ハモニーハモニー。2がポイント。ハモニーハモニー、これがポイント。ありがとうございました。ありがとうございました。足の裏の匂い嗅がして。うまくつきたくないよ。あ、え、チョビ。一時期やばかったじゃん。とにかく比べたらなんか湿ってる。なんかマジで。やだ。くそ。そんなダメ。くっそ。じゃあそんなダメ。くっそ。ね、匂いからも分かる湿ってるさ。うん、なんか雨の匂いじゃない。雨の匂い。なんかいい女。やだ。したたる。マジで匂いゼロ。赤ちゃんの匂いする。ミルク、ミルク、ミルクの匂い。よく体からにミルクの匂いするって言われる。ということで、アロママッサージしてきまーす。匂う。はい、ということで、マッサージが終わって、焚き火タイム。焚き火でーす。座敷わらしみたいな。焚き火 YouTuber になろうかな。この音、この音がいいんだ。パキパキ言う。え、マジで何も感じない。何を感じるの、これ見て。何も感じないのが感じるんじゃないの。深いね。うわYou love is gonna be my love。 いつか誰かとまた恋に落ちても、あなたの言った言ったみは、 You love is gonna be my love。まだ悲しいラブソング、新しい歌歌えるまで。ああもう早く見たい。もう焚き火なんてどうでもいいから早く見たい。どうした、おはようございます。可愛いモーニングルーティーンじゃないですけど、大丈夫そうですか。バレた。はい、私憧れたのと可愛いモーニングルーティーン。ごめん、舌が巻きすぎて何言っちゃうか分かんない。憧れだったの可愛いモーニングルーティーン。ありがとうございます。今日はトワさんめっちゃくてよかった。あ、ジョンスタイル。今日はどんな一日。今日はピラティス行って可愛い。もう早く起きてもらっていいですか。あ、確かビビの撮影が今日。お姉さんエロくなってます。目が回ったか。朝起きてから動画モードで。プロ。そんな地獄。プロ。え、プロすぎじゃね。朝ごはん食べよう。いた。どうしたんですか。どうしたんですか。角。角。この角に。せーの、さん、はい、いただきます。ポトン。ポトン。喉鳴ってるから。ポトフの風でめっちゃ喉鳴ってしみるやつ。え、おいしいぶどうジュース。え、え、うまね。まずいかと思った。なんかおいしいフルーツ買って帰るかい。愛子様のビール買おうと思ってる。あれおいしかったね。うん、あ、カカオザ。うん、うわ、しみるしみる。この景色で最高って感じ。早起きしてよかった。全然叩き起こされてんね。優雅な朝ですわ。でもわかる。で、さっき話そうとして話してね、自分が 赤ちゃんの話。赤ちゃんってバレちゃうじゃん。ねえねえ、赤ちゃんってねえします。なんで自分に言ってるだけやん。だって今日までさ、いた女って言われたんだもん。
みんな言うんですよ。皆さん聞いてあげてください。本当に赤ちゃんで、まず起きたらめっちゃ体温上がってんの。超暑くて、手足も超暑いの。マジで？そう。暑いで起きるの、まず。彼氏とかに、赤ちゃんの匂いがするって言われる。かわいい？くるみだ。おーいえ！よし！あやの赤ちゃんエピソード。赤いピ。赤いピ。でもいいと思う。自分に自信持ってて。トアもいいと思う。鏡いっぱい見れて。お互い自分好き。お互い自分大好き。うち多分他の人よりも多分朝体温下がる人だもん。どうする今日？一旦釣りする？魚食べよ魚食べよ魚食べよ。あそこ本当美味しいから。釣りして魚食べて。うん、だけど ナポリタン食べたいの。あ分かる。昨日ねファーストラブ見たんです。マジ最高じゃない？みんなファーストラブ見て。だって夢ファーストラブっぽい夢見てたもん。こんな感じ。朝ごはん食べていきたいと思います。朝ごはん食べます。はい、ということで釣り堀のところに来ました。はい、それではやっていきます。くんだけする。来た来た。あーねえねえ、ここだけ大盛り上がり。ちょっとやってよ、とは。いいよ。これ一発で取れたらやばいよ。来そう。まず餌が取れたじゃん。まず餌が取れたんだけど。何なのこの世の終わりなんだけど。ねえ、難しくない？むずいね。ナイスすごいじゃん。うちらしか盛り上がってないから。すごい。ちょっと待って、あやも頑張る。でかくない？でかい。え、うち決めるって言って決めたの。すごいよ。かっこよくね。名前つけてあげなよ。ともみ。え、すごい。あんたうまっ。すごくない？そう。え、才能が開花ってこと？こっちの道行こうかな。こっちの道行った方がいい。イエーイ、ゲットー。はーい。ということで、釣った魚を焼いてます。イエーイ。はい、今日はありがとう。いいね。男出してくれて。いい加減にして。行けました。いただきます。え、うまうまいよね。マジであの二人のカップル微笑ましい。わかる。優しいの。ずっと思ってた。めっちゃ優しい人がいて素敵なの。じゃない心を持ってない、絶対に。こちらと真逆。マジで浮気なんて絶対しない。いいなって思っちゃったね。いや、食べたかったな。食べよ。はい、食べる。一緒に食べよ。やばい、充電。いただきます。うまっ。え、うまっ。え、待って、うち過去一かもこれでしょ。ここのマジで美味しいの。超牧場って感じじゃない？猫。なんか今日鼻でかいけん。あんま見やんといて。ワンコ連れてきたいわ。本当は今日連れてくる予定やったのな。そう、もう犬オッケーねとか喋り方がもえ犬オッケーねとか全然取れなかった。そうなの。だから残念。違うよ、3匹がダメだったんで。そうなの、2匹ならいけた。2匹までなの。でもうち中型犬だから1匹か。天のみかテリビアかどっちか。そんなことできませんよ。はい。あー、子供か触りてね。嘘つけ。嘘に決まってんだろお前のね。というわけでナポリタン食べないと。まあ、絶対うまい。絶対うまい。え、おいしい。うまい。よかったやん。何？うん、うん、うまいね。あんたさ、どんだけカメラをさ、こっちにずらしても永遠と入んないのが何ですか？魔法みたいに。わかんない、私も。魚釣りのところでね。は？微笑ましいカップルがいたの。うん、初めて見た、あんま微笑ましいの。わかる。魚の餌がなくなっちゃって、で、それで餌もうないみたいなこと言ってたら、あ、餌取れますかみたいな。動いていいんですよ、とか言ってて。あの女の人って多分、本当にモテる動きなのよ。本当にそう。なんか店員さんとかにもめっちゃ、うん、ありがとうございますって、うん、ちゃんと。なんかしっとりしてる、いろいろ。そう、しっとりなんか、ほっとりしてる言い方だし、うん、彼氏も彼氏でめっちゃいいやつで、荷物とか全部持ってあげて、彼女がモテるよって言ったら、いや、本当にモテるよ、みたいな。大丈夫だよ、俺持つよ、みたいな。え、確かに。しかも、魚が焼きすぎたから、ね、うん、そしたら彼氏が教えてくれたの。そう、あの、ちょっと焦げてますよ、みたいな。え、逆にさ、自分の彼氏がさ、他の他人にさ、うん、それしてたらさ、え、すごいって思っちゃう。嬉しくない？なんか、うん、なんか、ほこり。ほこりだよね。ほこり、ほこり、マジほこり。彼氏がそんなんだったらマジほこり。めっちゃいい人だったな。ずっと話聞いてたもん、私。わかる。黙ってこうやって。結婚してほしい。うん、結婚だべ、あれ。今、なんで、うちらにないものを持ってた。わかる。なんか、私たちがめついわ。きっとなんかめっちゃ飛んでみる。なんか、がみついし、お姫様。
ただ思ってるもん、自分のこと思ってない。私は思ってるよ。人にも幸せを与えるカップル、結婚式行きたい、呼んでほしい。友達になっておけばよかった。うわ、ああいう友達欲しいな。子供とかもいいやつなの、幸せなんだろうね。家庭もいい、お母さんめっちゃいいやつ。どうやったら喧嘩になるの、あの二人は。幸せの気持ちになったの、ね、寝顔とか見られるの好きじゃない。寝顔見る系男子って言うんじゃん、なんかその寝顔可愛くてずっと見ちゃうみたいな。ああいうのダメ。でもあんたさ、嫌な理由はその怖い、キモいじゃん、うん、じゃあブスだから見てほしくないんだよ。アイムだよ、アイムだよ、アイムだよ。比べ物になんない。あれ本当にひどくて、この世の終わりなの。可愛くこんなんだって。トウは可愛い方よ。マジで、うん、トウだってさ、うん、ちゃんと目もしっかり閉じて、口も閉じて、うん、って感じじゃん、赤ちゃんみたいな感じじゃん。めっちゃ地元。うん、あ、ほんとひどくて、まず目が開いてんの。しかもあんた口も開いてるわ。口も開いてる。半開き。あの、こんな、目がこんくらい開いてんのね。開、うん、きすぎ。そう、こんくらい開いてんの。で、こう。そう、あんた口開いてるイメージある。昼寝は開いちゃうの。夜はちゃんと口も閉じるし、目も閉じるんだけど、昼寝は目も開いちゃうし、口も開いちゃう。だから最悪、彼氏の膝の上で寝るとかあんじゃん。最悪、盗撮されるんだけど、もうこの世の終わりなの。でもよだれ出ないでしょ。よだれ出ない。まだ良くない。口開いてたら大体よだれ出るじゃん。うん、だから彼氏のズボンでここびっしょり。しかも一番嫌なのは、朝起きて口開けて寝ちゃう、うん、男がして嫌な仕草ね、うん、起こして、うん、ハムハムって、ハムハムって余談服マジで嫌じゃない。いや、でも男って寝顔綺麗じゃない。綺麗、綺麗だよね。わかる。嬉しい、よかったね。ありがとうございます。ということで、終わります。バイバイ。なんかさ、うん、光でさ、ここが暗くて逆シェーディングみたいになってるとめっちゃ顔でかいと思うんだよね。ヤッホー、あやです。Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the potion. Love it, it's the potion. Live it up, live it up, live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, switch it up, switch it up. こだわって作ったので、ぜひ見てください。バイバーイ。